プロムはコンピュータシステムで使用されるロムの一種で通常時はデータを読み出すだけで書き込むことができないが特定の手順で書き込みが可能なもののこと及びその特徴を持ったロムの総称書き込み可能なロムの総称として以下の分類のものがあるマイクロチップ社製のマイクロコントローラ PIC の OTP ロム版マイクロチップ社製のマイクロコントローラの消去窓アディ版 書き込み可能なロムのうち消去不可能なもの、つまり一回のみ書き込むことができるロムのことを指して、エプラムは含めずに、プロムということがある。情報を書き込む際は、ロムライターと呼ばれる専用装置を使い、高電圧をかけて書き込みを行う。ヒューズロムは、データに対応するビットごとのヒューズの導通の有無で0、1を表す。消去窓なし UV エプラムは、 消去窓がない分紫外線照射によって消去することができないこと以外は基本的に UVA プラムの動作と同じである。データに対応するビットごとのフローティングゲートに電化をため電化の有無で0、1を表す。オットプロムはマスクロムに比べデータの内容に合わせたフォトマスクを製造しなくて済む分期間短縮、コストダウンにつながり少量多品種の用途に向いている。 2010年現在、多くの用途で、フラッシュメモリーが用いられているため、あえてオットプロムを用いる場面は少ない。フラッシュメモリーが登場する以前は、プログラム開発時は、消去窓、あり UVA プラムを用いて、消去、書込みを繰り返し、量産時には、パッケージコストが安い消去窓なし UVA プラムを、用いて、単価を下げるという使い分けを行っていた。 もっと大規模な大量生産を行う場合は、さらに単価が安いマスクロムを用いる場合もある。一部のマイクロコントローラでは、消去窓があるパッケージに、チップが収められたものを開発用として、消去、書込みを繰り返し可能にしている。一方、量産用として、消去窓なしの安価なプラスチックパッケージに、同じチップを収め、パッケージコストを下げたものを安く販売している。 どちらもチップ自体は全く同じである。ありがとうございます。